モバードを代表する腕時計の一つ、ミュージアムウォッチモバードは1881年にアシール・ディテシェムにより、スイスのラ・ショードフォンに創業した時計メーカーである。1905年に社名をモバードと解消した。この語はエスペラントで運動を意味する。かつては非常に高い技術力を持つマニュファクチュールであったが、クォーツショック以降他社製の機械式を呼び、クォーツムーブメントを使用している。 現在はアメリカ資本でコンコルド、エベルトグループを形成しているニューヨーク証券取引所上場1926年に発売された懐中時計で弱い文字盤足を保護するため開閉式になっている開閉の動作で全枚を巻き上げるため時事時,時計を見れば巻き上げる必要はない大型のエルメトプルマン小型のベビーエルメトアラーム付きのエルメトフォン デート付きのエルメトカレンダインやエルメトスコープ、トリプルカレンダームーンフェーズ付きのカレンダーメトなど各種、ある。カルティエ、ティファニーへも OEM 供給された。1930年代から1950年代にかけて生産された防水スポーツモデルには、アクバティックというペットネームが与えられている。カルティエにも OEM 供給された。裏蓋はスクリュー式で、ラグが独特のデザインである。 手巻きモデルがカレンドグラフ、自動管モデルがカレンドマチック、ムーンフェーズ付き手巻きモデルがアストログラフという名称であり、1940年代から1950年代にカケモバードの代表作の一つとなって、ティファニーへも OEM 供給された。カレンドマチックに使われたキャリバー 223A は超高級品を除けば唯一、 31日から1日になる時に月表示を自動で進める機能を持つ。手巻き時代の製品としては、キャリバー 90, キャリバー 90M、キャリバー,ー 95M が有名である。一般的な30分計の代わりに60分計を持つ、4時位置のプッシュボタンがスタートと、ストップで2時位置のプッシュボタンがリセットである。一部モジュール化され整備がしやすいなど、特徴的である。 防水機能を持つモデルには、クロナクバティックというペットネームが与えられている。1969年には、ゼニスと共同で、エルプリメロを開発している。1947年に、ロシア出身のアメリカのデザイナー、ネイサン・ジョージ・ホーウィットによりデザインされ、1961年に、モバードから販売されるようになった。黒字に12字に位置する。 金属製オーメンドットのみを配した文字盤及び二針が特徴。現在も同社の代表作としてオリジナルの復刻版及びバリエーションが発売されている。1988年にアンディウォーホルによりデザインされ250本限定で製造された。デザインに際しては並々ならぬ力の入れようでいろいろな案が出てきて最終デザイン決定まで7年かかったという。 5個の腕時計が連なって、ブレスレットを形成しており、文字盤は、ウォーホル自身が撮影した、それぞれ違うニューヨークの風景写真である。一部手巻きも存在するが半自動巻きの方が人気があったため希少である。世界の特選品時計大図鑑 P157。一般のトリプルカレンダーでは31日から1日になるとき、ボタンを押して月表示を進める必要がある。 通常は2時位置のプッシュボタンがスタートと、ストップで4時位置のプッシュボタンがリセット。世界の特選頻度計大図鑑 P195。ありがとうございます。